かなる人類を飛行艇の前にひれ伏せ。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。プラスラッシュシドです。さあ今日はですね、5月の22日土曜日、プラシドさんがね実装になりまして、デュエルリンクスにキャラクターとして、こちらのキャラクターをね強化していこうかなと思っております。絶望の未来を改変するために暗躍するイリアステル3皇帝の一人、ライディングロイドによるゴースト軍団と飛行艇ワイゼルインフィニティを操り、ネオドミノシティに混乱と破壊の嵐を巻き起こした。さらにバイクと合体することによって我々に笑いの嵐も巻き起こしたのであるというね、そういうキャラクターなんですけれども、まずね、このキャラクターがどんなキャラクターかっていうキャラクターの、まあ、総合っていうか、まあ、キャラクターの評価からしていきたいなと思うんですが、まずですね、ネタキャラ度レベル5、星5、 5Ds キャラクターの中でもね屈指のネタキャラ度を誇っておりまして、彼は急にバイクと合体したり視聴者を、まあ、驚かせてくれる、まあ、そういうねキャラクターでございまして、公式サイトではですね冷静沈着と説明されているんですけれども、そんなことはない。そんなわけはない。もう常になんかキレ散らかしてますんで、もう短期だし。なんで、どう考えてもね、冷静沈着ではないな、というふうに僕は思ってるんですが、そして、かませ犬度。かませ犬度星5です。ですね、ゆうせいくんのシューティングスタードラゴンね、最近実装になった、シューティングスタードラゴンあると思うんですけど、シューティングスタードラゴンの最初の犠牲者なんですよ。彼は。シュースタといえば、プラシド。プラシドといえばシュースターみたいな、そういうキャラクターですよ。劇中歌クリアーマインドというね、神曲 BGM 皆さんご存知ですか。絡みつく時間振り切ってっていうあの BGM です。あれが通称プラシド処刑 BGM と言われておりまして、こいつを処刑するために流れた超かっこいい BGM なもんですから、まあファンの間ではねプラシド処刑 BGM と、まあ、常日頃語り継がれております。で、ですね、壊れにくさ、こいつ機械でできてるんですよ。イリアステル参考って言って全部機械でできてるんですけども、プラシドさんですぐ壊れるんですね。ユーセイのシューティングスタードラゴンにボコボコにされまして、プラシドさん、もう青少年向けアニメとは思えないほど上半身が吹き飛びまして、でプラスラッシュシドになったということです。ただ後々ね、すぐね、なんかね、修理されて、登場するんですよ。下半身生えて登場するんで。なんか壊れにくさは多分ね、星1なんですけど、再生能力は多分星5あると思います。そして、コンプライアンス。コンプライアンス星1。すぐ人のね、出来たのね、カードパクるんですね。イリアステル3皇帝っていうのは、プラシドと、ルチアーノとホセっていう、まあ、3名がいるんですけど、ルチアーノのデッキからカードパクりまして、で自分のデッキにぶち込んで使ってるっていう、もうシンプルに泥棒っていう、コンプライアンスゼロっていうねキャラクターでございますんで、皆さんもパックられないように注意しましょう、デッキからカードをね。でシャバーマここまでにしまして、真面目にねスキルの評価をねやっていこうかなと、思うんですが、まずねスキル評価星4くらい上げたい、星4くらい上げたいかな。これねなんでかっていうと、ぶっちゃけそんなに強くないけど固有スキルがかなり多くて、固有スキル8個あるんですよ、この人。8個です。8個。それ頑張ってくれましたね。考えていただいて。で、基本的に、まあ、ワイゼルサポートが、主なスキルなので、まあ、ワイゼル使うんだったらプラシドかなっていう感じが出ていて、すごく、いいかなと思ってるんですね。で、まずですね、これからいくか。固有スキルから。愛すべきものを失った絶望。あ、1個言い忘れてた。唯一のバッドポイントは、新パックにどうやら飛行艇ワイゼルインフィニティが収録されるっていう噂がありましてですね、今現状、飛行艇ワイゼルインフィニティはね、こいつね、よこさないんですよ。レベルアップ報酬にもないし、あと初期デッキにも入ってないんですね。だから、ワイゼルインフィニティが使えねえっていう。まあ、使おうと思ったら一応スキルが一応あるんだけど、この最初の。これがあるんだけど、使えないんですよ。今現状だとあんまり有効的に。だからね、それだけね、ちょっとバッドポイントですね。要は、ワイゼルインフィニティを使いたいんだったら、新パック向けっていう、そういう商法。これは若干めんどくさい。スターダストドラゴンが、パックで収録されたのと一緒の理論ですね。まあ、クイズスキル見ていきましょうか。とりあえずね、愛すべきものを失った絶望は、自分のフィールド上のモンスターが効果で破壊された、次の自分のターンに自分の手札を1枚デッキに戻して、デッキから、飛行艇ワイゼルインフィニティを1枚、手札に加えるよと。
これね、こいつ自身が、効果で破壊されたら、あの、出てくれるようなモンスターで、まあ、先にこいつの効果説明しよっか。まあ、知らない方のためにね、ワイゼルインフィニティ。自分の効果でのみ特殊召喚ができますよっていうレベル1のモンスターで、自分のフィールドの表側表示モンスターが効果で破壊され墓地へ送られた時に、手札のこのカードを特殊召喚できるよと。だからデスペラードリボルバードラゴンみたいなね、あんな感じの出し方ですね。まあ例えばボムスパイダーとか、あとそれからまあ炎王、あの炎王デッキでガルドニクスで全部ぶっ破した後とかにすぐポンって出したりできるかなっていう感じですね。で、一旦に一度相手のフィールドのシンクロモンスターをサクリファイスみたいに装備できるよと。まあシンクロモンスターメタのモンスターなんで、まあ、シンクロモンスターに対しては結構強いね、効果を持っていると。で、この こいつの攻撃力が、装備したモンスターの、打点分アップする。ただし、デメリット、他の自分のモンスターが攻撃宣言できない、これが弱いんですね。気候帝って何が弱いってね、これが弱いんですよ。自分のモンスターが全部攻撃できなくなっちゃうんで、まあね、例えばね、AO とかでね、もうね、こいついらないってなったらね、自分でぶっ壊して、なんかそのどかして、まあ全部で攻撃しに行くみたいなプレイング必要かなと思ってるんで、まあちょっとですね、このデメリット効果だけは注意っていう感じでしょうか。で、4番目、魔法カードが発動したらその発動を無効にして破壊する。結構盛りだくさんのことになってまして、まあ、モンスター的にはかなり強い部類です。まあ、ただしシンクロモンスターがいないエクシーズデッキとかオノマトとかね、ああいう、まあ、デッキにはちょっと無力かなみたいな、そんな感じです。で、次が、機械の城ですね。自分の手札の気候帝モンスター1体をデッキに戻すと、デッキ外から気候上1枚の手札に加えるよと。で、気候上自身の効果がね、まあ、そこまで強くないのであんまり強くないスキルかなと思いますけど、自分のフィールド上の、気候帝モンスターはシンクロモンスターの効果は多少ならないと。まあ、あれですね、シンクロ環境であればめっちゃ強かったですけど、まあ、今は魔法トラップカードとか、まあ、エクシーズモンスターがめっちゃいますんで、まあ、あんまり強くないですね。で、フィールドのこのカードが破壊されたら気候帝モンスターを手札に加えるっていうことで、まあ、これはそんなに使わないかな、このスキルは。で、脅威の気候帝、これが一応ね、今現状気候帝、ワイゼルインフィニティを出そうと思った時に唯一使おうと思った時に使える、デッキのスキルでございまして、デュエル開始時に自分のデッキに、ワイゼルインフィニティ1枚追加すると。まあ、要はあれですね、気候帝ワイゼルを持ってないっていうか、多分心拍で来るんですけど、ワイゼルインフィニティが向けない人のためにワイゼルインフィニティ出したいんだったらこれ使えよみたいな、そんな感じのスキルになってまして、で、自分のライフポイントが2500以下の場合に、一度だけデッキ外から、スパークブレイカーを置くと。で、スパークブレイカーも結構強いんですよね。これ一旦に一度自分のフィールド上のモンスター1体を選択して、選択した自分のモンスターを破壊するという効果を、持ってますんで、このスパークブレイカーの、効果によって自分のモンスターを叩き割りながら、気候帝ワイゼルインフィニティとか出していくみたいな感じの、ギミックになってますね、基本的には。でね、これスパークブレイカーが結構強いなと思ってるのは、炎王とかのガルドニクスを叩き割ったりとか、自分のガネーシャを叩き割って墓地からなんか蘇生したりとか、そういうことができるんですよ。なので、しかも永続ですし、永続トラップなんで、何回でも使えますんでね。なんでこれはね、このトラップは結構ワンチャンあるなと思ってて、まあだからこのスキルは結構悪くないかなっていうぐらいの感じのスキルになってます。で、恐怖のゴースト軍団、これはネタスキルっちゃネタスキルだけど、割と面白い。まあ実戦環境デッキ相手とかには使えないと思うけど、なんかね、面白いスキルではありますね。自分が DNA 移植手術、これ属性を変えるっていうトラップなんですけど、これを発動したターン、自分の手札の闇属性モンスターをデッキに戻すと、アーリーボムを出せるよと。自分のフィールド上にデッキ外から、で、アーリーボムが光属性モンスターとの戦闘によって破壊されて墓地を送られると、フィールドのカードを2枚選択して破壊するよっていう効果なんで、まあ、強制なんで注意してほしいなと、思うんですけど、アーリーボム自身が、光属性モンスターとの戦闘で破壊されないといけないんで、 DNA で光を宣言して、で、アーリーボムを破壊してもらうとか、自爆特攻するとかっていう感じの使い方になるかなっていう、そういう感じですね。まあネタデッキではありますけど、まあ、効果自体はそこそこ、まあ、悪くないかなっていう。ただ、まあ、戦闘によって破壊されるっていう、限定的な効果なんで、今結構ね、戦闘以外の除去がめちゃくちゃ多いので、まあ、あんまり、そこまでめっちゃ強いかって言われると微妙です。で、スキルの縛りとしては、デッキエクストラデッキのモンスターが機械族、モンスターのみのデッキを設定しないといけないよっていう縛りもついておりますと。で、これが強そう。シンクロキラー。これが一番、まあ、可能性感じてますね。相手のフィールド上にシンクロモンスターが存在するとき、自分の手札から気候帝モンスター1体をフィールドに出すと。だからもうポン出しできるんですね、気候帝モンスター。まあ今現状ね、このさっきの、ワイゼルインフィニティくらいしかないかなと思いますけど、これをシンクロキラーでポン出しできるんですよ。で、気候帝のこの、ワイゼルのインフィニティのこの効果の最低なんですけど、これね、相手フィールドのシンクロモンスター1体を対象にしてパックレールよ、で、
もしその効果で、に遅延してこいつが除去されてしまった場合でも、あの相手のモンスターを装備してるっていう、装備するっていう効果が確定してるんで、装備対象不在になってシンクロモンスターも破壊されるっていう最低なんですね、遊戯王の。なので必ずこの効果を発動しさえすれば相手のシンクロモンスターはどっか行くんですよ。ってことはこれスキルで出しますから、遅延ができないと、飛行艇モンスターを出すことに対して。だからね、絶対効果通るんですよ、ワイゼルインフィニティの。だからね、これはかなり強いと思ってます。はい、例えば今環境で言うとハーピーとか、あとあれよ、シューティングスターとかスターダストとか、ああいうモンスターをねパクってね、必ず除去できるっていうのは結構強いかなっていう、いう風に思ってます。で、あとはこれね、パーツ交換、これはね、あのね、プラシドごっこするっていう、スキルなんですけど、ワイゼル、トップ、アタック、ガード、こいつらを対応している、3モンスター、ワイゼルトップ3とか、アタック3とか、まあ、ガード3とかに変えるよっていうスキルですね。で、この、こいつらなんですけど、ミオ CG なんですよ。ミオ CG カード。で、しかも今回ね、後でやりますけど、レベルアップポーションに入ってるっていうね。なので、まあ、スキル自体はまあ、そこそこ使えるかなっていうふうに思っていて、まあ、ちなみに、ワイゼルインフィニティがいないと、こいつら死んじゃうんで、飛行艇と名の付いたモンスターが存在しない場合、この方破壊されるっていうね。だから、まあ、出し方としてはね、ワイゼル T をペッて召喚して、気候艇いないから破壊された。で、破壊されたから、テグだから、さっきの、気候艇ワイゼルインフィニティをポンって出すみたいな使い方になるんですけど、こいつら自体を変えるためには、気候艇がフィールドにいないといけないんですよね。なので、ちょっと難しいかな。うん。まあ、ただ、プラシドごっこはできますよ。で、効果自体は結構強いです。トップ3とか、ガード3あたりは。トップ3は魔法トラップカードの効果を無効にできますし、ガード3は攻撃対象を自分に変えるっていうことと、あと戦闘で一回破壊されないよっていう効果を持ってるんで、ワイゼルインフィニティを戦闘から守れるみたいな感じの効果ですね。で、アタック3はね、貫通できるよっていう効果を持ってます。なので、まあ、T3 か G3 あたりが強いかなみたいな感じですね。変身させれば、まあ、ごっこ遊びに使う感じなんじゃないですかね、これはね。パーツ分離もなんか似たような感じでね、気候艇ワイゼルインフィニティモンスターが、存在していて、自分のエクストラデッキが0枚の場合、手札の闇属性レベル1の機械属モンスターを2体までデッキ戻して、まあ、要はこいつらなんですけど、まあ、こいつらをデッキ戻して、ワイゼルトップかアタックかガードか、キャリアを、まあ、どれか出せるよみたいな、戻した数までフィールドに出せるよみたいな感じですね。で、こいつら自体はそんなに強くないんですよね、こいつら自体は。なので、ごっこ遊びに使ってくれみたいな、そんな感じのね、まあ、スキルかな。一応エネコンの素材にしたり、ドキュー部隊の素材にしたりとかは、まあ、できるかもしれませんけど、あと、マジックアームバインドとかね、ああいうのには使えるかもしれませんけど、まあ、ネタスキルかなっていう感じです。で、闇のカード、これもまあネタスキルかな、どっちかっていうと。自分のライフポイントが2500以下の場合に、手札の闇属性モンスター相手をデッキ戻すと、デッキ外からヒルンナイトフックを手札に加えるよと。ヒルンナイトフックは、なんかね、イタクアの暴風みたいなことできますね、一応。あ、セキュリティーボールか、どっちかっていうと。相手のモンスターがこいつに攻撃してきたら、そいつを守備表示に、して、このカードを守備表示にして、そいつを守備表示できるみたいな感じで、ようやくバーン与えるみたいな感じなんで、まあ、これはね、ごっこ遊び、こいつ何が使ってたの、ゴーストだっけ、なんかゴーストごっことかをしたい場合は、まあ、使えるんじゃないかなみたいな感じです。でね、汎用スキル、汎用スキル結構優秀で、まずね、闇からの誘惑ですね。これはまあサンダードラゴン、デッキに結構使えるんじゃないかなと思っているのと、あとはこっちですね、これがでかい、 LP 増強アルファ、これね、プラシドのスキル考えてる人、これ分かりて、これなんでかっていうと、 LP 増強で1000ライフ増やすと5000にライフになるんですよね。5000ライフになると魂のカードっていうのがあって、魂のカードこれなんだけど、魂のカードは1ターンに1枚しか発動できないよ。自分のデッキを確認して、その中から攻撃力と守備力の合計が自分のライフと同じモンスターを1体手札に加えるよっていう、要は攻守の合計が5000になるモンスターをサーチできるよっていうことなんですよ。ってことはですよ、これね、実はね、ワイゼル、ワイゼルってこれね、攻守合計すると5000なんですね。だから LP 増強アルファで魂のカード入れとくと、これがサーチできます。はい、あとはデスペラード、リボルバードローンとか、あの辺もね、サーチできるんですよ。だからね、これはね、実装してくれた時もう分かりてやなと思った。うん、すごく優秀なスキル考えてくれたなっていう感じですね。で、次、レベルアップ報酬、レベルアップ報酬は星2かな、星2、あんまり強くないです、あんまり強くない、まあ、ただし未押し G カード目白押し、まずアタックもそうでしょ、で、トップもそうで、ガードもそうで、キャリアもそうなんですよ。で、バトルリターンもそうだし、インフィニティフォースもそうだし、ツインボルテックスもそう、全部ミオン CG なんじゃないかな。
多分あの僕が調べたところによると、ちょっとあの違ったらごめんなさい、あの多分僕が調べたところによると全部ミオ CG カードなんで、これすごく優秀ですね。こういう点では弱いけどね弱いけど、ただやっぱリンクス特有のカードという意味ではリンクスでしか使えない、まあ、タッグフォースでは使いましたけど、あ なのでかなりあの嬉しい実装になってるのかなと思いますね。ただ弱い基本的には。さっき あのアタックとかは、まあ、ちょっと飛ばしまして、トラップカード説明していくと、バトルリターンは自分のフィールド上の気候手となっていたモンスター1体を選択して、ターン終了時まで打点を半分にしながらバトルフェイス中に2回攻撃できるよっていう効果ですね。まああんまり強くないですね、これ2回攻撃なんか違うカードで付与すればいいだけなんで。でインフィニティボス、これはね面白い効果持ってるんだけどね。自分のフィールド上に気候手段ついたモンスターが存在して、自分が戦闘効果ダメージを受けたら相手フィールド上のモンスターを全て破壊する、まあサンダーボルトみたいなことができるんですけど、まあこれ多分ですけどダメージで発動できるかな。これでもダメージ受けた時に気候手がいないといけないんだけど、これどうなるんだろう、ちょっと試してみて分かんないけど、ダメージで発動できないんじゃないかな、あの気候手いなかったら。気候手が破壊されることが確定していたら多分無理な気がするんだけど、どうなんだろう、ちょ分かんない、これ試してみないと。まあ、一応ね、あの自分の、自ら自傷してダメージ受けて、あの相手モンスター破壊するとかは一応できますけど、まあ、カードちょっと使いすぎかなみたいな感じですね。なんか他にもっと違うね、なんか狡猾な落とし穴とか、そういう防御札入れとけばいいじゃんみたいな話はあります。で、これがちょっと面白いかな。自分のフィード上の、機械族モンスター1体と、相手のフィード上のモンスターを1体選択して破壊する。これはね、汎用的に機械族デッキだったら1枚入ると思うんで、まあ、レベル40にしてこれをゲットしてもらうのは、割とデスペラードデッキとか。の強化になってるんじゃないかなみたいなことは思っています。はい、というわけで総合評価星3ですかね。星3、結構ねあのスキルが面白いのが多いなっていうのと、あとリミオ CG カードがたくさんあったんで、はい、というわけで、まあ、なかなかね面白いキャラクターなんで、ぜひ皆さんもね育成進めていただければなと思います。多分ね新パックで来ると思うんですよね。新パックいつか知んないですけど、とりあえずねあの新パックの、情報を待ちましょう。ではまた次の動画で。じゃあね。